JR 貨物古希200系貨車とは、日本貨物鉄道が各種海上コンテナ輸送用として2000年度から製作する貨車である。同系車として、鹿島臨海鉄道に車席を有する古希2000型についても解説する。農流産、火星相談駅などの火星品関連品目は、それぞれ専用のタンク車によって輸送されてきた。 車両の構造上最高速度が時速 75km にとどまり、列車の速度向上に支障があること、車両自体の経年も取り替えを検討する時期に達したものが増加したことから、JR 貨物はこれらの貨車を順次 ISO668 規格に準ずる、国際海上コンテナ仕様の20フィートコンテナで置き換える方式を荷主に提案、推進することとし、 1996年より ISO 規格タンクコンテナが順次投入された。ISO 規格20フィートタンクコンテナの総重量は24トンに達し、構造上これを1個しか積載できない従来のコンテナ車では積載効率に難があった。当初 ISO20 フィートコンテナ2個、または高さ9フィート6インのハイキューブ ISO。 40フィートコンテナ1個を積載し、JR 線全線で輸送可能とした低床式汎用コンテナ車、古希72型を1996年に試作したが、昇景車輪、空気バネ台車など低床式ゆえの特殊構造が導入初期コストに過重することから量産化は断念された。低床化車に頼らないハイキューブコンテナの輸送可能性を確認するため、 建築限界の調査を実施した結果、主要幹線の多くの区間で物理的にも輸送が可能と判明した。これを受け、古機100系コンテナ車と共通の床面高さ1000ミリメートルで ISO20 フィートコンテナ2個を積載可能として開発された車両が古機200系である。タンク車をタンクコンテナ輸送に直接置き換えるための私有化車として計画された同系車。 古機2000型とともに2000年に試作された。古機200型は翌2001年から2005年まで量産され、車扱いが主体であった、化成品貨物輸送のコンテナ化が進展している。軽量仕様12.3トン級の鉄道用30フィートコンテナ単体で積載した古機200から110への積載事例。大枠は従来のコンテナ車と同様な 坂の原なり側張りで、床面高さは、古希百系と同一の1000ミリメートルである。車体の一端に、手すりとデッキ、昇降用ステップを有する。取っ放し、禁止扱いとされ、手ブレーキは留置専用であるが、古希百系と異なり操作ハンドルは、デッキ手すりにある。外部塗色は赤、台車は灰色である。軽量化のため、車体長は20フィートコンテナ2個が、 積載可能な極限まで短縮され、連結面間隔は15メートル級、時長は16.9トンに抑えている。荷重は48.0トンで、鉄道私有コンテナでは、20フィート各種及び、ISO20 フィートコンテナ2個が積載可能である。他に、鉄道私有コンテナでは、24フィート、または30フィート及び ISO コンテナでは20。 フィート、または ISO40 フィートのいずれかの種類が、1個、積載可能である。ただし12フィートコンテナは、近底装置がないため積載できない。高さ8フィート6インまでのコンテナは、全域で積載ができるほか、高さ9フィート6インまでの聖高コンテナも一部区間に限定して積載可能である。台車は、新型の FT3 型で、 古機106系の FT2 系台車を基本に軸強、拡大し、軸受けを重荷重対応の大型のものに変更した。コイルバネ2組の枕バネは FT2 と同様であるが、FT3 では軸ゴムとシェブロンゴムの軸箱支持装置にバネ定数切り替え構造を採用している。空車時は軸ゴムと台車枠は接触せず、シェブロンゴムのみが、 荷重負担して柔軟な軸バネとして機能し、割れ抜きを回避する。大荷重時は、シェブロンゴムの変形により軸ゴムと、台車枠が接触して、FT2 と同様の機能となる。台枠強度を確保しつつ、床面を下げるため、車輪径は 810mm に小型化された。ブレーキ装置は、CLE 方式で荷重を感知する速重機構は、従来の油圧式から、 空気式に変更された。基礎ブレーキ装置はユニットブレーキとされた。これは1991年製作のデュアルモードトレーラー試作車は100型で採用されたもので日本国内で実用された貨車では初の採用である。最高速度は時速1 1 0トルである。2000年から2005年までに154両が製作された。古期200から1は 量産線行車で、側張りの形状が異なる。2001年以降制は、留置ブレーキ動作時に車側に表示板が突き出す、手ブレーキ近海表示装置が設置されている。2001年に2両が製作された。車席は、鹿島臨海鉄道にあり、JR 貨物以外の鉄道事業者に席を置く、唯一のコンテナ車である。 JR1000 への乗り入れ承認を受け、JR1000 への直通運用が可能である。古期200型と基本仕様、積載設備は同仕様である。側張りの形状は2両とも異なり、1は量産先行車と同一、2は製造会社が異なるためさらに構造が異なる。2004年に除籍されている、鹿島臨海鉄道古期2000経過車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。